どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、久々の縛り企画、インゴット縛りをやっていきたいと思います。インゴットで交換できる武器しか使用しちゃダメって感じか。もちろん、アップグレードや雇うのもありだけど、ぶっちゃけこの縛り、もう回答が決まってると思っていて、ここにいる人に話しかけるのが度安定なのよね。へえ、こんな偏僻な半壊した家にいる人が、いいものを売ってくれるっていうのか。そう、しかも破格の値段でね。なのでインゴットちょっとしかないけど、この縛りができるわけ。ておい、ちょっと待て霊夢。いきなり他の武器拾ってるじゃねえか。それについては後で説明するから。ちょっとこのバンダリアとの会話に注目してよ。なんとこの人、金卓書を売ってくれます。しかもインゴット245個で。ええー、マジか。エキゾチックが1225個と考えると、めちゃくちゃ安いよね。てかお金さえあれば、初手でほぼ確実に金卓書ゲットできることが驚きなんだが。ね、だからインゴット縛りをする場合。ここに来ることはほぼ必須だと思うの。金だからアップグレードもしなくていいし、近くのキノコでシールドもつけれるしな。で、録画するの忘れちゃったんだけど、実は前の試合でも、同じ場所に降りて、インゴット縛りに挑戦し、結構いいところまで行ったのよ。ほう、まあ金卓書あるしな。でも本当は、もっといろんな武器を買うつもりだったんだけど、近くに武器を売ってくれる NPC が他にいなくて、結局金卓書だけになっちゃったのよね。それだとインゴット縛りというより、ただの金卓書縛りだな。うん、だから企画的にどうかなと思って、この試合は普通にやろうかと思ったんだけど、なんかここまで全然敵と遭遇しなくて、武器一切使ってなかったから、せっかくだし最後にもう一回だけ、チャレンジしてみようと思ったのよ。それで今武器を捨てたんだな。うん、インゴットの数的にも最後のチャンスと思ったからね。ということでこの試合だけ、インゴット縛り、かっこ実質金卓書縛りにお付き合いください。さて、ストームが迫ってきてるので、とりあえず砂に潜って移動するんだな。うん、これめっちゃ楽しいよね。モグラでもないのに、なぜ砂の中の方が早く動けるのか謎だけど。まあ、細かいことは気にするな。さて、近くに補給物資が落ちたので、武器は取れないけど、一応開けておきましょう。最近の補給物資は、資材も出るみたいだしな。う、スカーは惜しいけど、ショックウェーブ出たのは嬉しいわね。前の試合で思い知らされたんだけど、近距離武器の卓所しかないから、距離を詰めれるショックウェーブは超重要なのよね。これがないと、遠くから撃たれた時な進めないもんな。さて、体力とシールドが地味にマックスじゃなくて、私はケチなので、チャグスプは使わず、スラークトラックで回復したわ。そのせいで若干リスクあったけど、あれは多分ボットだから問題なかったな。また補給物資を見つけたよ。わ、でもこれ川の中に落ちちゃってるから開けづらいな。嘘でしょ、私の真上に補給物資のマーク出たんだけど。それに近くにも補給物資もう一つ来るみたいだな。なんか今回めっちゃ補給物資に恵まれてるんだけど、武器取れないのに。まあ、せっかくだし開けておこうぜ。はい、ショックウェーブ追加入りまーす。次の補給物資までは、タクシーで移動しましょう。第二種免許持ってないけどね。あ、今建築がちらっと見えたな。橋の下に敵いるみたいだぜ。そろそろアンチも狭くなってきたし、人数も結構多いから、気をつけていかないとね。てか待って、補給物資どこにある？ぐわ、木にぶつかって。車が立ったー。めっちゃ垂直だったぞ。補給物資ここにあったのか。地球部分がなくなってて気づかなかったから、よそ見して事故っちゃったよ。脇見運転はしちゃダメなんだぜ。おっとここで、ショックウェーブが6個、2個も余るという贅沢な状況に。そりゃあ補給物資4回も開けてたら。こんくらい潤うよな。やばい敵だ。見つかった。のでもうここはショックウェーブで、一気に詰めます。2個使って、ショットガン圏内まで接近だ。さあ、食らいなさい。ジャンプショットは外れたけど、さすが金卓書。相手はドラゴンブレスで対抗してきたが、圧倒的な強さでねじ伏せた。て霊夢、なんでそっちの方行くんだ？あそこにショックウェーブが余ってたでしょ。取りに行こうかなと。いや、回復優先した方がいいんじゃ。ほら敵いるじゃねえか。やばい、私のケチ魂が裏目に出てしまった。これショックウェーブ使わないとどうしようもないだろ。ショックウェーブを少しでも増やそうとした結果、減らすことになるなんて、皮肉なもんだな。でもこれでとりあえずピンチは脱した。そこの建物に入って回復よ。結構危険な位置だから、早く行かないと。危ない、今めっちゃ撃たれてたわ。この売店みたいなのがあってほんと助かった。やばい、敵来てるわ。でももうマックスまで回復できたし。こっちは近距離最強クラスの金卓書。打ち合いなら望むところよ。いや、
やっぱり強いな金卓所。うまく当たれば、一発で100ダメージ超えるからね。今んとこ順調だし、この試合ワンチャンビクロイあるわよ。さて、残り3人。一人は NE 側にいることが確認できてるわ。ほんとだ、もう一人はわからない状況か。そして私のいる場所は、次のアンチから外れるわね。できれば敵同士が戦うまでじっとしてたかったけど、これはもうそろそろ動くしかありませんね。ちょうど分かれ道のところあたりまで行けばいいんだな。さあ、ストームの収縮が始まった。これで NE の敵にはバレたと思うけど、幸い、ガソリンスタンドのおかげでいい感じに車線が切れてるわ。周りを見ながら、安全に移動できたな。もう一人は、あの高い櫓の上かな？多分そうだな。今建築作りかけだったから間違いないぜ。とりあえずこの辺に建築しとくか。うわ、NE の敵に撃たれてる。残り3人の状態で、戦いたくないんだけど。でももう場所はバレちゃったし、ここに建築してもあんまり強くなさそうだよな。もう腹をくくって、戦うしかないわ。つまり、ショックウェーブで一気に近づく。うおうおう、どうだ。少し距離感をつかみ損ねて、一瞬背中を見せてしまったが、ここまで来たらこっちのもんよ。ふふ、緑タクショとは性能が段違いなのよ。マジで近距離では敵なしだな。うわ、でももう一人が思ったより早く撃ってきて、かなり削られちゃったわ。今詰めてこられたらまずいな。でも幸い、ショックウェーブとかは持ってなかったのかな。シールドマックスにする余裕もありそうだわ。攻撃の手が止まってる今のうちに飲んじゃうんだぜ。よし、かなり回復できた。でもここまで来たら、全回復しちゃいたいという欲が出てきたわ。ちょうどそこに医療キットが。これワンチャンいけるんじゃない？めっちゃ撃たれてるが、かわせるか？うわぁ、食らっちゃった。また行動が裏目に出たよ。体力15回復するために、シールド28削られる。いやもっとか。今回ほんとそういうパターン多いわね。あまりケチケチしてもいいことないわ。でも最後の戦いに備えて、医療キットは使っておきたい。ストームギリギリだけど、多分間に合うはずよ。また裏目に出なきゃいいんだが。ええー、医療キット使い終わったと思ったら買っちゃった。相手さんかなり高くまで積んでたから、誤って落ちちゃったんだろうな。いやー、なんともあっけない終わり方だったけど、一応インゴット縛り、というか金卓所縛りクリアってことでいいのかな？まあわからんけど、とりあえず動画にさせてもらったぜ。ということでここまでのご視聴、ありがとうございました。LINE スタンプ第2弾、好評発売中ですので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録や高評価、クリサポもよかったらよろしくだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画で会おうね。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。